はい、どうもチョステスというわけで、今回も8月のシンデレラ9の方をやっていきたいと思います。というわけで今回はこちら、湯煙食ゆる攻防戦というお話を見ていきたいと思いますよ。8月のシンデレラ9。はい、というわけで今回は1年生編の11月上旬のお話となっております。はい、ということで遊び方でございますけれども、いやー、こちらはいいですね。泉田ちゃんが、リーゼントじゃなくて、しかもこんな格好というねいや、素晴らしいね、シーンとなっております。はい、こういうやつですね。今回はこちらの SR 泉田をチームにお迎えすることができます。そして、累積報酬ではお小遣いもゲットすることができますので、しっかり、やりましょうということで、こんな感じになっております。いやー、なんかこう泉田ちゃんがリーゼントじゃない時めっちゃ可愛いよなっていうやっぱリーゼントの時ってかっこいい感じやけど、こうリーゼントじゃなくなると結構可愛くなるよねっていうのがね、思いますよね。ということで、一体ねどういうお話になってるのか、早速見ていこうと思いますけれども、今回はプロローグから第3話までとなっておりますので、この動画で全て見ていきたいと思います。じゃあ早速、プロローグから見ていきましょう。8月のシンデレラ9。大丈夫ですか？顔真っ赤。これお水を。ああ、ふい、ありがとうなのだ。たゆたゆのぼせたんかい。葵は学んだのだ。世の中には首を突っ込んでいいこととダメなことがあるって。どうしたんですか？本当に浅田先輩らしくないというか、らしさも何もないのだ。ふう、扇風機をもっと当ててくれなのだ。いや、一体何があったんでしょうか。はい、ということでプロローグ見ていきました。どういうなんか浅田先輩がのぼせてましたけれども、そうですね、今回は、おそらくあの温泉のシーンがたくさん出てくると思いますのでね、皆さん楽しみに見ていきましょう。ということで第1話見ていきますよ。8月のシンデレラ9。ええ、それでいいわ。じゃあ次の週末だけど。バタ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 。何かしら。おお、ニュースニュースニュース。やった。じゃじゃーん、見て見てこれ。なんとなんと温泉招待券が当たっちゃいました。温泉招待券。商店街の抽選会があってね、私たち3人でずっと応募券を集めてたんだけど、今結果を見てきたらまさかのまさか3等が当たったわけよ。だからってあんなに騒ぎながら入ってくることもないでしょう。チッチッチー、分かってないな東雲。この招待券で温泉に行けるのは我ら美味しいものクラブだけではないのだよ。これね、団体様招待券なんだ。だからね、もしよかったら野球部みんなで行きたいなって思ってて。やややみんなで温泉なのだ。日頃の疲れをゆったり癒す最高のご褒美なのだ。へえ、いいじゃねえか。みんなで出かけるっつっても大体いつも遠征とか合宿だもんな。たまには野球関係なしにワイワイやんのもいいかもな。へへ、楽しみだぜ。まあなんかチームの仲も深まりますしね、いいんじゃないですか。おうおう、みんな乗り気じゃん。よっしゃーい、次の週末はみんなで温泉じゃ。はあ、やれやれね。篠の目もちゃんと行くんかなそれでこの招待券が使える温泉一覧がこれなんだけど、松永亭湯の宿千の里流水泉第一館に泉の香堀狂月荘この最後のやつ泉田ちゃんのとこちゃんちゃう？いろいろと候補があるんですね。狂月荘？どうしたのだ京ちん。あ、いや、なんでもねえっす。なおみみたいなことなってるけど、いける？やべえ、なんでよりによってうちの旅館が候補になってんだよ。万が一にも、こいつらがうちに来ることにでもなったら。私、この流水泉第一館っていうところ気になるかも。よし、いいぞ、似た。その調子で決めてくれ。私はこの狂月荘もいいなって。あなおえよ、お前だけは私の味方でいてくれよ。確かに良さそうだね。マッサージ機も使い放題って書いてるよ。お風呂の種類も多いみたいだし、それにお食事と浴衣のサービスもあるって。
書いてあります。へえ、いいじゃんいいじゃん。ダメだ、全然よくねえ。キョウチン、さっきから何一人で百面相してるのだ。え、あ、いや別に何でも。言いたいことあるなら言っちゃいなよ。どうした？え、あ、なんつうか、そこのマッサージ機ってさ、ほら無駄に最新機器なんだよ。だから操作も複雑で使いづれえんじゃねえかって。それに浴衣もデザイン数が多すぎて選んでる間に日付変わっちまうからやめた方がいいんじゃねえかな、なんて。なんちゅう顔や。むっちゃ詳しいじゃん。キョウチン、どうしてそんなこと知ってるのだ。行ったことあるのだ。なんかで見たことあった気がしたなって。でテレビっすかね。そのリポーターが言ってたんすよ。露天風呂からは今の時期だと紅葉とオリオン座が綺麗に見えてとかなんとか。紅葉とオリオン座、素敵だね。最新のマッサージ機器に種類豊富な浴衣も魅力だしね。ここにしない？あー裏目に出ましたね。うん、いいね。じゃあ行き先はここにしようか。私予約しとくね。まあ待って待って待って。え、あ、いや、これ以上反対したら逆に怪しまれる。かといって近藤が予約するときに学校名だの部活名だのを出されたら確実に良くねえことが起きる。ま、待てよ近藤。それさ、私が予約しとくよ。え、そんなに手間じゃないから大丈夫だよ。いやいや、いいって。私電話するの好きだからよ。趣味みたいなもんつうかさ。どんな趣味やねん。そんな趣味初めて聞いたのだ。浅田パイセンに言われてますよ。はい、ということで第1話見ていきました。いや、いいですね。いや、まさかの泉田ちゃんのね、実家のお宿にね、行くことになりました。泉田ちゃん的にはあまりバレたくないんでしょうね。うん、なのでね、あんだけ必死に抵抗しましたけども、なんかそれがね、裏目に出たっていう感じですね。はい、ということで一体どうなるのでしょうか。第2話の方を見ていきましょう。8月のシンデレラナイン。なんで来ちまったんだよ私。でも予約した本人が来ないのもおかしいし、どうにかして別行動を取る方法を考えるしか。温泉楽しみですね。私温泉上がりにいちご牛乳を飲むのがすごく好きで。って泉田さん大丈夫ですか。なんだか顔が青いですけど、もしかしてバスで酔っちゃったりとか。それだ。え、泉の香り狂月草。こんにちは、ようこそおいでくださいました。ん？キョウチンどうしたのだ？そんなに深々とお辞儀なんかして。いてててて、ちょっと腹が痛くて。かがんでないとぶっ倒れそうだぜ。私ちょっと休んでから風呂行きますっす。よし、顔も隠せて別行動も取れる。一石二鳥だぜ。サンキューなおえ。てかリーゼントでバレそうやけどな。カポーン。あー来ましたよ皆さん、お待ちかねのシーン。はあ、気持ちいいね。泉田さんが言ってた通り景色も最高だし。そうやんな、紅葉見れてさ、そんな綺麗に星見えたらめちゃくちゃいいやん。あー極楽、うちら美味しいものクラブから温泉クラブに改名しちゃう。温泉クラブ、うん、温泉は好きだけどやっぱり美味しいものは譲れないよ。私たちは花より団子だね。はあ、生き返る。このともっち、なんかもうあたかも二人でなあ温泉来たみたいな風になってるような。日頃の練習の疲れが流れていきますね。あ、直江ちゃんも一応おるんやね。温泉招待券を当ててくれた三人に感謝しなくちゃ。あ、そういえば泉田さん大丈夫かな、具合悪そうだったんだよね。はい、なんだか顔面蒼白で少し休めばよくなると言ってましたけど。はあ、どうすっかな。
あれ、お嬢様、こんなところで何をされているんですか？バレたー。あ、いや、ちょっとその手伝いでもしようかなと思ってよ。そうだ、その台拭き貸してくれよ。ここは私がやっとくからさ、あんたは別のとこの掃除をさ。まあきっとおかみも喜びます。ではお嬢様、よろしくお願いします。お嬢様って呼ばれてんのおもろいよな。あっぷねー、声かけてくんだよな。一人でよかったぜマジで。何がよかったのだ。あーバレたー。うわー、あ、浅田先輩、温泉行ったんじゃなかったんですか？うん、境地の様子がずーっとおかしいからなんだか気になって様子を見に来たのだ。お腹痛いのは治ったのだ？なんで台拭きなんて持ってるのだ？あ、これはそのあーほら、ちょっと飲み物こぼしちゃって、あたしら客が使って汚したもんは自分らで片付けるのが礼儀かと思って。京鎮ってやっぱりなんすか？ヤンキーらしからぬ礼儀正しさの持ち主なのだ。葵は感動したのだ。葵も手伝うから待ってろなのだ。あ、ちょっと浅田先輩、ぐう、行っちまった。じゃあこの台拭きお借りしますなのだ。いえ、ですから掃除でしたら私どもが。だー、何してんだよ浅田先輩。何事です？あー来たよもしや掃除漏れじゃないでしょうね。毎日口を酸っぱくして隅々まで掃除をするように言ってるはずですよ。おかみ、いえ、これはその、おいおい、一番めんどくせえのが出てきやがった。まあまあなのだ、葵が勝手に言ったことだから気にしないでくださいなのだ。素敵なおもてなしをいただいて最高の時間を過ごしてもらってるので、ほんの感謝の気持ちですなのだ。まあクソ、頼むから誰も余計なこと言うなよ。でも掃除を始めたのは葵じゃないのだ。葵はこの部屋で待ってる後輩の手伝いを。行ったそばから余計なことを。まずいまずいまずい、こうなったらもう風呂に逃げるしかねえ。ちくしょう、くそ、なんでこんなことになんだよもう別にバラしてもよくないかって思うけどな。まあ泉田ちゃん的には嫌なんでしょうね。はい、ということで第2話見ていきました。まあなんかなんとなくね、みんなに言いたくないことっていうのもねあると思いますしね。まあなんとなく気持ちはわかりますけれども、まあ、なかなか無理があるというかねなかなかね、騙し続けるのは難しいと思いますね。はい、ということでですね、見事に最後まで逃げ切ることはできるのでしょうか。ラスト第3話見ていきましょう。8月のシンデレラナイン。しばらくここでやり過ごすしかねえな。にしてもサウナなんて久しぶりに入ったぜ。ガチャ。京鎮、ここにいたのだ。めちゃくちゃ来るやん浅田先輩。お風呂に行くなら行くって言ってくれなのだ。広間に戻ったら京鎮が消えててびっくりしたのだ。させん、掃除も終わったしそろそろ風呂かなって、気持ちが先走っちまって。いやさっきからずっとここにいたからそろそろ暑くなってきたな。つうわけで私はお風呂に行くんで。てっげ、おいおい、やっべえ、よりによってなんでこのタイミングで清掃スタッフが入ってやがんだよ。どうしたの行かないのだ京鎮。やっぱそのなんつうか、ヤンキーたるものもうちょい根性を見せてから行かねえとなとか思ったりして。それに健康にいいんすよサウナって。だからその浅田先輩もしばらくここに。なんすか、やっぱり今日の境地は怪しいのだ。何か隠してるのだ。何のことすか、私は別に何も隠してなんて。それならサウナの我慢比べで勝負なのだ。葵が勝ったら境地の秘密を洗いざらい話してもらうのだ。お、望むところですっすよ。結構暑くなってきたけど仕方ねえ。外で騒がれて私まで注目されるよりはここでしのいだ方がマシだぜ。先輩にも誰にもこの秘密を知られるわけにはいかねえんだ。京鎮まだ出ないのだ。汗だくなのだ。降参するなら今のうちなのだ。ははまだっすよ、ヤンキーたるものこんくらい。京鎮、そろそろ冗談抜きでやばい気がしてきたのだ。出ようなのだ。
まだっす。まだ掃除の人がそこに、じゃなかった。この程度で弱音吐いちゃちゃヤンキーは務まらな。ダメなのだ、青山もうギブアップなのだ。そこを通してくれなのだ。もうちょい、もうちょいだけ。ほら、先輩のヤンキー魂見せてくださいよ。ヤンキーじゃないからな。葵にヤンキー魂なんてものはないのだ。ふらふらしてきたなのだ。あと30秒。いや、20秒でいいっす。備品の交換が終わったらいなくなるんで。京鎮、なんでそこまで必死なのだ。もう葵の負けでいいのだ。降参なのだ。だから出してくれなのだ。浅田先輩、あと10秒っす。もうちょっと、ファイトっすよ。嫌なのだ。嫌なのだ。助けてなのだ。かわいそう。気持ちよかった。これで明日からの練習も頑張れそうだね。ご飯もすごく美味しかった。温泉入って美味しいもの食べて眠くなってきちゃった。あ、日帰りな。こっちは危うくぐったり気を失うところだったのだ。ははは。そうだ、私はこっちだから、また明日な。はい、はい、また明日。泉田さん、体調に気をつけてくださいね。おう、あんがとな。みんな気をつけて帰れよ。さて、ただいま。先ほどは随分と楽しそうでしたね。できたお友達がいるようですけど、あなたは懲りずにそんな格好をしてはしたない。母として全く恥ずかしいわ。うるせえな。さ、きちんと身なりを整えて手伝いをしてもらいますからね。ま、いろいろあったけど、野球部のみんなにバレなかっただけよしとするか。わあったよ。あー、はい、ということで、第3話見ていきました。ということで、見事にですね、泉田ちゃん逃げ切ることができました。いや、よかったですね。別に言ってもいいんじゃないかってずっと思いながら見てましたけれども、まあ、なかなか面白いお話でございました。そしてね、最後はしっかりとね、家の手伝いをするという風に終わっていきましたけれども、なんやかんやでね、やっぱり真面目なんですよね。結構ヤンキーもほぼ見た目だけみたいなね、感じでございますけれども、はい、なかなかいいお話でございましたね。というわけで、最近ね、こう泉田ちゃんのことがいろいろ分かってきてね、なかなか面白いですね。うん、ということで、本日は、ストーリー見ていきました。皆様ね、何かよかったらコメントの方よろしくお願いいたします。今日のおはがちゃのコーナー、はい、ということで、久々におはがちゃのコーナーやっていきたいと思います。ということで、今いろいろね来ておりますけれども、今回引いていくのは、まずですね、こちらの選手交流実装記念スカウト、11月4日までなので、今日までですね、今日最終の、こちら引いていこうと思います。今までね、SR1 体だけという、非常に残念な結果に終わっておりますけれども、最後の最後で、SSR 引いていきたいですね。そして、こちらの、温泉のシーン、永井ちゃん UR に覚醒することができます。こちらも引いていこうかなと、思います。はい、で、せっかくなので、8フェススカウトで泉田ちゃんが来てるので、こっちもねちょっと引いていこうかなと、思います。まあ今回はね、この3つ引いていきましょう。ということで、じゃあまずは泉田ちゃんからいきましょう。はい、さあ、ストーリー見ていったんでね、出てくれたら嬉しいですね。よし、いきます。泉田ちゃん、カモン。フェスゲンもね、最近も全然ゲットしてないので、久々にちょっと欲しいなと思いつつ、来い。あー、おお。SR 悪くないですね。いや、この流れで SSR まで行きたい。はい、じゃあ次は、こちらの永井ちゃん引いていきましょう。永井ちゃんな、欲しいな。ちょっとおはがちゃで1回ぐらい UR 当てたいよな。では行きましょう。永井ちゃん、カモン、来い、頼む。あー、確定演出なし。お願いします。永井ちゃん、あー、本庄さんだー。そしてまたまた SR だー。最近 SR がよく出ます。チョスです。どうも。はい、はい、ということで出ませんでしたね。まあこちらのスカウトはですね、前回の動画で20連しておりますので、まだ見てない方は概要欄からね、見ていただけると幸いでございます。なんかなかなかね、面白いスカウトになりました。詳細はぜひ動画をご覧ください。はい、ということで、ラストこちら選手交流実装記念無料スカウト引いていきましょう。
いや本日最終日でございます。皆さん引き忘れのないように引きましょうね。ということでいきます。 GO! 最終日お願いします。ここで最後で SSR を引いていく。カモン GO! 頼む。はい、あ、演出はありません。さあ来い SSR 来い。あ、ダメだ。